皆さんちょっと考えていただくと、ネイティブの人が Can I なんていう塊で勉強したり覚えたりってしていると思いますか？多分 No ですよね。Hi everyone, it's Aki Takagi here. Thank you so much for studying English with me today. 皆さん突然ですが、皆さん Can とかWill, would, このような助動詞を習ったときに Can you? Can I? Would you? Could you? Could I? のようにこういう区切りで覚えたりしていませんか？それが、絶対にダメとは私は言わないんですけれども、例えば人にお願い事をするときには Can you? を使うと覚えたとしましょうか。そうしたら例えばテスト中でもいいですし、実際に英会話をする時でもいいんですけれども、よし頼み事をしたいから、あれ Can you だったっけ、 Could you だったっけっていうふうに、もうそのそっくりそのままを思い出そうとした時に思い出す術がないわけですね。この根拠もなく丸暗記した場合、最終的に英語が話せるようになったという満足のいくレベルというのは、言いたいことを何でも言えるレベルに引き上げていくことだと思いますので、暗記している中だけで対処するっていうのはやはり限界が来てしまって、途中で道半ば挫折してしまうことにもつながりかねません。例えば今日は can を見てみましょう。 can の元々の意味っていうものを覚えておくことで、自分で英語の組み立てをしていくことができるようになります。例えば can は可能であったり能力があるという意味合いを持つ単語になりますね。で、これが助動詞ということは、まあ一度覚えてしまう方が賢明です。その品詞も合わせてぜひ一度は覚えてみてください。そこを覚えてしまうと後で引き出してくることができますので、 can は助動詞というメインの動詞を助けるための動詞であると。で、その can の持つ雰囲気というのは可能であるとか能力であるというふうに、こう、言ってみれば OK な感じですよね。できるから OK だし、可能だから OK なんですよね。 Can I have a cup of coffee? という文、これを Can I? と覚えてしまっている方、ぜひこのようにちょっと一度試しに変えてみてほしいと思います。 CanI have a cup of coffee. さあ、コーヒーをいただけますかということを言うわけだから、I have a cup of coffee. I 主語、have これが動詞です。I have a cup of coffee というのが OK ですか ？Can という仕組みと考えてください。すると実際に英語で話すときにですね、まず自分が OK かと聞きたいってなったときに Can というのを言う癖をつけてほしいんです。 Can で次に主語動詞で文を作るんです。 Can I have a cup of coffee? あるいは You それ可能かな、 You OK かなって聞きたいのであれば、 Can you help me with thatCan you help me with that? というふうに、結果 Can I have a cup of coffee? とか Can you help me with that? このような文が仕上がるわけです。もう一つこういうパターンの人もいらっしゃいますかね。まず、肯定文を作っちゃう。例えば I can have a cup of coffee で疑問文だから、can を前に持ってきてというような文頭に持ってきて疑問文を作るというふうに覚えてらっしゃる方は、一度肯定文を作るという手間をかけてしまうことになります。そうするとスピーディーに会話をしたいときに、これは時間がかかってしょうがないということで、自分が聞きたい、尋ねたい、 OK って聞きたいなら can と you、 そして SV を持ってきて文を作る。これは別の助動詞でも同じことが言えます。例えば、私何とかした方がいいかなって相手に聞きたい場合ですね。これはした方がいいっていうのは基本シュッと使ってみましょう。自分に対する提案と思ってください。
なのでした方がいいかなという気持ちが湧いたら should 何を I bring my umbrella should I bring my umbrella と考えると一度例えば I should bring my umbrella だから should を前に持ってきてなんていうプロセスもいりません。一気に文が組み立てられて話せるようになります。では Could you とか Could I を覚えている方、 Could ってそもそも何でしょう。 OK、 このレッスンは次回に続けたいと思います。まもなくですね、この YouTube の私のレッスンを長年見てくださっている方が、アメリカに一人で旅行に行かれるんですけれども、まあ、本人もまだ初級レベルだということを言ってくれています。で、まあ、彼の、ね、英語を拝見したりする限りでは確かに初級レベルではあるんですが、特に初級の方に今日お話ししたこの組み立て Can I have a cup of coffee というようなマインドを早いうちにですね身につけていただければと私は切に願っております。初級の方で特に悩むのが、自分が言いたいことがあった時に何も口から出てこない、こうフリーズしてしまうっていうことが大きな悩みの一つです。その時に can とか should って言うだけで相手は、あ、この人なんか質問をしてこようとしてるなっていうことが一発でわかります。向こうも待って聞いてくれます。なので文が完成してから話すのではなくて、まず can とか should という癖をぜひつけてみてください。 Alright, that's all for today. Thank you so much for watching and I'll see you in the next lesson video. Bye for now.